ぱりその全てを人の目で確認、まあ、手に取って確認っていうことは、まあ、正直不可能だと思うんですね。でそういった中で、まあ、ロボットであったり、まあ、カメラであったりと、今回の自動ラインに関しますと、まず X 線装置を実は導入をしておりまして、異物混入ですね、こちらをまあ未然に防ぐこともできますし、あと今回 の, そのロボットラベラーに関しますと、検証機ですね、こちらつけてますので、賞味期限の確実な検証をした後の出荷になりますので、そちらはもう安心して我々も出荷できますし、お客様も安心して商品を使っていただけると考えております。今までは本社にラベルを取りに行っていたんですけど、今はもう現場でできるので、時間とあと移動距離がものすごく削減されました。まあ、従来の作業人数で言いますと、まあ、手作業ということだったので、まあ、通常5名で作業されてたのが、まあ、今回の自動ラインによって1名なので、まあ、実質4名の省人化に成功しております。今回の自動ラインによって、当社では現場でのロボット導入というのは初の事例になりまして、効果も出てますので、今後のまだまだできてない手作業ラインですね、こちらの方を自動化を進めていきたいと考えております。